愛観梅坪駅は、愛知県豊田市東梅坪町にある、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は13。海津駅とともに、周辺地域住民増加と愛知万博開幕に、合わせて、同市の要望により、駅が新設された。駅名に愛観の名称が付くのは、駅南側に、名鉄三河線、豊田線の梅坪駅があるためである。 単線一面一線の高架駅でホームは西側にある。将来的に東側にもホームを設置し、相対式二面二線にできる構造になっている。駅員時間配置駅で、朝席時間帯に窓口が営業している。エレベーターが設置されているが、改札とホームを行き来するには2家を乗り継ぐ必要がある。当駅の北側で、名鉄豊田線をくぐり抜ける。豊田市統計によると、 当駅の1日平均乗降人員は以下の通り推移している。駅前ロータリーと梅坪中央公園あたり駅と梅坪駅との位置関係駅の少し4号型で名鉄豊田線をアンダーパスする。駅に隣接する梅坪中央公園前にロータリーが作られているがバス停はなく近隣を通る路線も当駅に乗り入れる路線はない。付近のバス停は次のいずれかとなる。 企業情報遠隔愛知環状鉄道とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。オープンデータデータ提供と田市し統計書と田市し。ありがとうございます。